聞こえるよね。聞こえるよね。あ、ほらまた始まった。忘れてたわこの家。だからワードさんは、いやもう忘れてたわ、また始まったよ。今何またノイローゼになろうとしてんの？うわー怖ー、忘れてたわ。だからワードさんは連れて歩いてるから。怖いんだってこの部屋。この部屋は入っちゃいけないから。いやこの部屋じゃなくて向こうにいつもいたずらするじゃん。仕方ないじゃん、ワードさんが連れ歩いてる。こんだけ連れ歩いてるんだって。だから俺の部屋ではやらないよこういうこと。ん？俺の部屋、自分の部屋ではならないもん。だからここは入っちゃいけないと決めてあるから、向こうで降りる、うん、近寄れない。怖っ。お父さん家は多分いない時看護になってるんだよ。マジで？釈迦だけ知ってる。釈迦だけはきっと見えてるし知ってる。忘れてたわ、久々で忘れてて今はっきりなったかんね。ラップ現地のラップじゃなくてもうゴンって、そうそう棚を攻撃的なね。うん、もう明らかに聞こえるようにやってきやがった。忘れてたわ。そんなに怒る子をさ、もっと怒るかもよ。ガンって。いや、だってこの前すごかったじゃん。そうだよね。うん。ずーっとガンガンやってんだもん。ワトさんがいなくなったら、もういなくなったよ。ワトさんがドアを閉じて、じゃあね、またねって言った瞬間からもうない。で、ワトさんが来るとまた。なんでこんなはっきりなるの？ん？はっきりなるよね。ここはだから霊感のある人が住んでるから隠せない。ああ怒りをそのままラップ現象で鳴らすと綺麗に聞こえる。マジか。寝ちゃえば分かんない。まあね。寝るまで怖えんだよな、ずっとガン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 言ってくるんだもん。今度どこが鳴るかが楽しみ。いや一番ひどい時屋上誰も住んでないのに、うん、あのゴンゴン言ってた時とかもあったし、うんそれも屋上って普通に歩いただけでゴンゴンならない。コンクリだもんここ。うん、こんな分厚いコンクリだもんね。え、ゴンゴン鳴るはずがないんだよ。やだな、怖いな。まあロハコさんがいるから大丈夫だ。部屋は入っていくんだ。うん、大体もともと和藤さんが連れてきたものだし、どこから連れてきたか分かんないけど、バスかもしれないし。うん、でもロハコさんと一緒にいないとこんなこと起こんないよ俺。え、だから僕といると起こるから面白いんです。面白くないよ。だから心霊現象が起こるから心霊、うん、さあスポット行くと面白いんだ。あとは集音力だよね。なんかあった組田集音。いやマイクは聞こえてる、みんなゴンって聞こえた今。誰もいないのに。うちのロジクールは拾っただろうけど、うん、うん、後ろ窓だよ。窓っていうかベランダ。うん、ベランダ。なんかあった？組みた。ベランダにジャガイモがあった、うん。心霊寝配信とか新しいジャンルすぎるでしょ。怖っ。なんかあった？窓だよ。ん？聞こえた？ゴンって聞こえた？どうだろう、トラちゃん聞こえた？ラップを。うん。加藤さん鳴らせやすいよ。すぐ鳴るよね、ゴン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 。だって今まで鳴ってなかったから食べる間は静かにしといてくれたと思うんで優しいよ。食べてる時になったら、料理中になったら怖いじゃん。あ、食欲なくなるね。キャーとか言っちゃうじゃん。うん。うん。その点、あ、聞こえてない？聞こえない方がいいよ。うん。聞こえると怖いよ。和藤さんに言ってるから。もうね、次どこでなるか怖がってる。多分。いや、なんか後ろに映ってる窓が気になるんだって。だからそこさ、あ、そっか、この窓から奥は結界切れてるから向こうは映る可能性ある。そうだね。窓側にギリギリにすりガラスだけどね。窓は映る可能性あるって。うん、結界はこの中だけだ。だけなんだ。うん、この扉の結果結界だ。そうですね。2枚目。うんの間、うん、1枚と2枚の間、うん、いやでもやだな、映らないことを祈ろう。映ったら逆に面白いって。やだよ。だってあれ
あれ、うちに坂上ヒカルさんが来た時 UFO 映ったんですか。え、何それ UFO 映った。え、知らないの。知らない、何それ。え、知らないの。じゃあそっちに、そっちのさ、うん、そっちの和藤さんの方に貼ってあげるよ、うん、うん、でみんなで見てもらう。見ようよ。また懐かしい。いや、これ、それは俺の携帯、これは。違う。これはブーは俺の携帯。じゃあ、嘘。鳴った鳴った。ブーがこっちの音は気のせい。うん。うん、何かな、何知らないの三倍目ヒカルさんの有名な UFO 疑惑。いや、知らない。見たい。3倍目ヒカルさんがね、うん、撮ったんだよ UFO を。海老蔵さんとこの家に来たんだわ。はいはいはい、それは知ってるけど見てなかったんだよ。その時に、うん、UFO マジっすか。じゃあトラちゃんここにも貼ってあげる、うん、これ見てきて、クリックするためで。今ね、和藤さんのキャスにもあるから、うん、顔が見えるんだって、後ろに。ん？後ろに、窓の奥に。向こうは自由だし、向こうは周り。結界で覗いてるってこと、幽霊が。入れない。入れないから、こう窓から俺を見てるってこと？その、見てる女の子でしょ？え、女の子？クミタン。クミタン男？じゃあ、クミタンが見えてんのは女の子か、聞いてみる。クミタンと意思の疎通したい。ああ、クミタンはね、ババアだろ。クミタンはババアだろ。見えてるのは男でしょ。わかんない、ちょっと聞いてみる。クミタン、男性が見えてんの、女性が見えてんの。業務連絡、業務連絡、ババアのクミタンへ業務連絡。ババアはいらないじゃん。これがその YouTube だ、ちょっと見てみよう。たった3分しかないから、あの、切り落としてある。うちの放送には女の子一人もいないから、うん、ちゃんと動画作りがね、綺麗にね、ほんとだ、うん、お前みたいなガキじゃねえんだもん。いや、お前なんか怖いの適当そうだもんね、すごい。でしょ、すごい適当そうだから、影像がポチンとして、うん、これロコさんの家だね、うん、本当だ。うん、出たよ。最後動画作品が加工してあるから、うん、ズームアップしてある。へえ。へえ。それも誰がババアだよ。ありがとう。お茶ありがとう。お茶ありがとう。あれ難しいな。だんだん覚えてきたんだけど難しいな。おー。トラちゃんさん、今夜ありがとう。そう、キャンタマの大きさがさ、ね、白いのがどのぐらい出るか。また映ったじゃなくて、俺リアルタイムだよ。ナウで音がガン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 してる、うん。でさ、この部屋であそこで鳴ったじゃん、あったっけ。うん。あそこは結界の外だ。あ、分かる分かる分かる。外側から鳴ってる。そうそう、この部屋の中で鳴ったことはない。でも、うん、正確に位置は当ててるよね。いや、で何が俺は嫌かって、まずお化けの音が鳴るって俺が怖がると、ロハコさん必ず笑顔になるのが、もうそれも腹立つんだよ。もうずっとなんかキャッキャキャッキャ言い始めて。ワトンさんはとっても恐れを捉えやすい人で、そう、なんかテンションがね、俺が下がれば下がるほどロハコさんテンション上がってくんだよ、うん、それがね、ちょっと面白いんだよな。面白いからいいじゃん。いや、俺は面白くない。俺は怖いんだって。でも面白いって今言っちゃったじゃん。うん、まあみんなは面白いかもしれないけど、パン食べよ。すごい食欲だね。うん、お茶近くに置いとけば、うん、うん、
あ、しーちゃんさん、コインありがとう。ね、下にあるウーダルはですね、海蔵さんと三代目ヒカルさんを紹介、海蔵さんが僕に来て三代目ヒカルさんを紹介するためにより、三代目ヒカルさんを連れてきた時に、僕ん家の真下で撮影された動画の一部なんですけど、その一部にね、三代目ヒカルさんが UFO を映したというシーンがありましてね、そこだけが動画作品に切り取られて、ね、浅井さんは例とか通用しないから。浅井さん通じないそうだね。うん、ね、あの人は理屈が通用しないの。ああなった今だ。なあもう。だ浅井さんは通用しないってところで言った。うん、パキッて言った。だからその話はさ、俺を侮辱、何今の侮辱する気かみたいな。はい。だから通じる人がいい、言えばいいっていう感じ。だからその場で、みんなには聞こえてないのこれ。あの結構ひどいよ。あのね、どれくらいひどいかっていうと、軽く床をドンってやってみて、それくらいの音するよ。ドンっていう音。もうそれが目の前で鳴るの。誰もいないのに。ね、そう。あのね、コンコンみたいな。いや、もっとでかいの鳴るよ。ドンに。軽くトンぐらいのやつは鳴る、うん、で、そまして、その例の話題をしてる時なんや、ね、そうそうそう、うんうん、もうちょっと若干怒ってるっぽくて嫌なんだよな、なんか脅かすっていうか、だって例を今侮辱してたじゃん。侮辱してないよ、うん、まあ、うちに来ると心霊現象が起こせる人がすごく少ないんだよ。ザーはね、あの、扇風機。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バットボタン押してんだよ、もう。